激戦の結果連合軍にな地下道から戦毛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができますね。毛徳、心を攻める戦などと言っていたが、誰の命令だか知らんが、お働き見事です。違ったわ。いや、曹操殿と戦うは本意ではないが、師として手は抜けん。お前がそういう男なのは知っている。もとより手加減など望んでいない。地下道を抑えられてしまった。これでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、何かこう思い出しそう。士官は目の前、全軍進め、門をこじ開けよう。先行部隊手はず通りやっているようだ。軍の方へはなれば、三成の描いた策の通り進んでおるのだな。毛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されないとは。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは周到な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない、我らの降伏よ。先行部隊との合流はない。もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つのみ。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出たか。投降は連鎖する。この流れが続くと全ては投降を誘う策。総飛殿の読み通りだったのですね。おう、士官は策を見抜いていたか。この成長喜ばしく思うぞ。サビは打った。これより反撃に移る。士官、投降を防がんと打って出る。全軍、敵の迎撃に備えよう。さて、次なる策に移るか。これはどういうこと。城門が閉ざされても味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいた。やってくれる。ずっと隠れてるって案外辛いね。ですね、策はなりました。半兵衛殿、執行敵城へ侵入しての攪乱、お見事です。へへ、昔取った決め塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。覚悟撃破してしまいましょう。
策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れか。ならば父よ、私自ら出迎えよう。我が君、神々しいですよ。いいぞ、そのまま走り続けろ。お働き見事です。いいぞ、そのまま走り続けろ。お見事な武勇にございます。あの土にほどほいでおりましょう。全く間抜け。でもかつての仲間となぜこの戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。お働き見事です。おお、お前の戦並大抵ではないな。お見事な武勇にございます。雨土にことほいでおりましょう。よくやった。その働き覚えておく。我が君、本当によろしいのですか。父軍と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。いいぞ、そのまま走り続けろ。孤立した敵を撃つぞ。滅びを与える。なん、修羅に入ります。俺はこっちの敵を撃つ。朝丸、向こうは頼んだぞ。おう、やられんなよ、清正。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ、主を呼び捨てになさるのですか。わからんのか。ならばお前も呼んでみろ。あの魔王は、おい信長とな。なんと無礼な。そんなことをするくらいなら、ランは死を選びます。半兵衛の策、鮮やかよな。我が陣営にもあの才が欲しいものよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないわ。父よ、意地を見せましたが、この城と宝は好きにされよ。宝とは。宝とは、城の箱に隠されていたこの書状のことか。俺は執着。では私の思い通り。